こんばんは。前回の続きやっていきます。ではやっていきましょう。まず無料で引けるガチャがあるんで、ガチャ引いて、あ、これね、はい、それから、あ、こっちもできるんだ。あのね、あのウルトラレアまであるみたいですね。 SSR の上に、まあ他のと一緒かな。ヒップの言う、あ、出た、後世だ。我を怒らせたら、あの普通のレア、あのなんだろう、 SSR の一つ下、これフレンドは、フレンドっていうのがあって、なんかね、他のゲームと一緒ですね。フレンドの数だけプレゼントをこうやったりもらったりできるっていう。これがね、今の1位から5位までの人、すごくないですか。これ1、10、100、1000、万だから、あれ2億9503万とかかな。ちなみにね、自分ね今13万ぐらいですよ。桁がちょっと違うな。これレベルも見れるんですね。レベルは67でしょ。レベルで打ったらそうでもないんですよ。ほら、自分44あるから。全然、装備とか強化してないってことですね、自分が。まあ、ほとんどあんまりね、ログインしてちょっとしかしてないんで、まあ、いいわけですけど。前回の続きやっていきましょう、クエスト。ね、ハマってたのはね、確かね、巨長のとこでもハマってたんで。誰が我と300回の戦いを行おうか。ここからやっていこう。勝てるんじゃないかな。スピードはね、これです。今2倍にしてます。それと自動。何もしなくていいです。手動に変えることもできます。先導突撃。この、カードに、ちょっと色が違うじゃないですか、赤で。これがね、SSR ってやつ。相手はね、巨長とか、リテンとか、ここら辺。なんだっけ、リッチでいいのかな。ここら辺が全部 SSR って。勝てそう。レベルだけね、上げてましたから。装備とか全然強化してないけど。OK。これで最後の敵かな。これね、もらえるんですよ。そうそうだ。役立たずともめ、役に立たぬ道義と変わらぬ。あら、猛徳兄、あら、そうなんだ。接客の心をよく勉強になりましたよ。さすが少年ヒーロー。あら、そうなんだ。喋ってくんないんだ、ここら辺。もう炎章と手を組んだのか。いや、もうすごいな、はい。あ、これ2回だ、この真ん中のここ。今2分の1でしょ。この後にソースが出てきますね。これ倒した後に。出た、本体。強くない？あ、そうそう、色が違う。ウルトラレアってことかな。かわしてみせ。ほうの舞。ナンバー侵入。攻撃だ。これね、戦闘結構時間かかりますよ。なんか意外と硬い相手が。さっきで敵を破る。あ、これ自分なんですけど、ちょっとね、分かんないと思うんですけど、アバターを変えて見た目をちょっと変えてるんです。やっと先進めるか。お前と
戦わないと炎症は安心しないだろうかなるほど、ミニだったんだ。クリアした。あ、でも待って待って、こっちだけど取り忘れてる。ああ、孫権だ。孫権の試練。王の国だ。喋んなくなったんだね。孫権を訪ねようとする。あ、そうか。そうね。なんか喋んなくなったのはちょっと残念。あら、天が必ず我が高等の子をお守りくださる。いや、戦っていかないといけないんだね、これ。おっぱな、一応、ボス級。敵陣陥落の志は死あって勢なし。綺麗っていうのかな、ちょっと名前がわかんないな。誰にも止められる。戦場突撃。これね、もう一個ね、スキルここに覚えられるんですけど、まだ、素材スキルを覚えるためのなんか素材みたいなのがあって、それが手に入ってない。この矢を喰らえ。かわしてみせる。健康者と健康無敵。この一撃で命を取る。攻撃だ。鳳凰の舞。健康者と戦場突撃。曹操は勧誘にして世に才華をもたらす。あー、しまやっぱり喋ってくれないんだね。孫権はこう焦り単独で兵を動かして自分に大損害を与えた後責任を取る。私への自己は一旦卑怯者か。私、あー、お父さんに。これなんですよね。今真ん中の後ろの真ん中の後ろにいる、だいたいね、前に出てるのが多かったんですよ。最初後ろに下がってる武将によってなんかね、場所がここが得意みたいなのがあるみたいで、ただね、あのデッキを組むときには分かんないですね。なんか見にくいというか説明あるのかもしれないけど、もっと細かくそこら辺は分かるようにしてほしかったなと思う。戦場突撃。もう位置も決まってるんですよ。ここがいいとか最初に手に入れた時に表示されてるんですよ。喋んない弱っ。もう一発は父の代わりに殴ってやる。それ以上やったら死んでしまうよ。
待ってろよ、これ。これは兄貴のところに行く。アエンショのところ。これだけとりあえずもらっとくわ。ここら辺ね、もらえるんですよ、こういうところ。で、取り忘れあるんで。2人かな？これは3代の豪王に仕えている。あ、喋ってくれないんだよ、ね、あの先は。このオレンジよりこの赤の方がね、エアリって上だと思います。だからこの紫もあんまり良くないのかな。乱世の美人、殺人の勢い、なめるな、暴走不入、かわしてみせ、獅子奮陣、奮強無敵、かかれ、不意打ち、鳳凰の舞。これね、一回終わったら次からはね、スキップできるんです。ここの画面にスキップ出るだけ。戦場突撃、ちょっと長いかな、戦闘が。全力を尽くすことを使う。なぜ戦う。あれ、ほら孫権2人いるでしょ。ほら孫権、孫権、孫権、孫策、孫権。買うしかないんだ。あ、これもあれだ、2階かな、ここに出てます、真ん中。戦場突撃、喋ってくんないのはちょっと悲しいな。一撃即中、乱世の美人、なめるな、こう見えても私は強いわ。ナンバー侵入、できるのはこの孫策のみ。ほら孫策出てきた。強いわ。孫権もいるし、ほら孫策がウルトラレアになってる。戦場突撃、三国志のゲームしてるとこの3人絶対覚えるんですよね。孫権が2人いるのと孫策。劉備の職と曹操の義と孫権の語があって、あの孫権のとこだけはちょっと地味なんです。地味って言ったから、武将はいい武将はいっぱいいるんだけど、周遊とかいるんだけど、なんか目立たないというか、曹操と劉備がね有名というか。戦場突撃、風と燃えよ、燃えよ、乱世の美人、Okay.
そうなの。何度言っても聞いてくれない。今回はあなたが守ってくれるからよかった。父ちゃん、このバカを試したのね。無理したよ。安心してください。必ず。翔子、翔子どうしたんだっけ。守ってみせます。終わった。新しい電気が開放か。あ、これはもういいや。戻ってこれ、これができるってことですね。あの劉備伝は終わったん、あの動画で撮ってて、この関羽伝っていうのは撮ってないんですけど、もう終わりました。で、この張飛伝っていうのができるってことですね。喋ってくれなくなったな。光沢は野心が消えず北から援軍を呼んできた。少年は曹操の招待を受け、共に北へ敵の阻止へ行った。この少年は本当に奇才。戦場で戦っても勝てる自信はない。李守が北へ助けを求めに行くと聞き、ここで潜伏して待っているのだよ。いや、喋ってくんないのよくないな。洛陽の戦いで俺らは勝負はついてなかったな。誰が李守を倒せるか賭けようじゃないか。ヒップの言う滋賀にかけるまでもない。なるほど。今ね、途中のなんかこう、まあ、ボス級の最後のボスじゃない、リージュじゃないんですけど、ボス級と戦ってるんですけど、強い。ここら辺がちょっと限界っぽいですね。今までみたいにこう全然ダメージ食らわないで倒すのができなくなってきてるんで、こうなったらね、ちょっと育成しないといけないんですよね。現状これ終わったらちょっと育成しますかね。ここは行けると思うんだけど、危ない。ダメージが。もう一枚ぐらい欲しいですね。SSR とか、まあ、ウルトラレアあたりね。ガチャじゃないとダメかな、有料の。戦場突撃。矢の雨。ちょっとここは限界っぽいですね。時は戻って宝箱を開くかな。開けてもらっといて戻って、あ、ガチャが出てきた。ああ、はい、開けらない。うん、こっちでよかったっけ。僕の長槍は鮮血を望んでいる。ああ、これしかないんだ。あ、じゃあ10回にするか。僕の長槍は鮮血を望んでいる。学ばずしてどうして再演となれましょうか。ランクアップあるな。入れたら、あ、もう一回ね、装備しているので、でランクアップするみたいな感じなんですよね。まあ、あのスキップしてるみたいな感じですね。でここでランクアップ、星2でしょ。今度星3になったら、今プラス2だからプラス3になるのかな、みたいな感じでやっていきます。ちょっとこれは時間かかるでやめましょう。ちょっと育成頑張って、次回続きやっていこうと思います。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。